覚えました。んー、何すんの、何発表することにしたの。おいしい、くーちゃん。ここに後ついてる。後ついてるよ。これ着てかない？かわいいよ。着たい。よし。さあ、これでいい？よし、行こう。私は20年間フリーランスでお仕事をしています。世の中がコロナ禍になってからは今まで以上に自宅でリモートワークすることが増えました。家がほぼ仕事場なので、子供たちが散らかしたものをささっと片付けて仕事モードに自宅をリセットします。最近お気に入りのオーガニックの煮出し紅茶、この紅茶に極みセレクトコラーゲンを小さじ2杯。今までは独特の風味が気になって続けられないことが多かったのですが、このコラーゲンは本当に味、匂いが気にならない。溶けやすさも文句なしです。体の中に入れるものは上質なものを選びたいので、日本国内にある品質マネジメントシステムの国際規格認証工場で製造しているのが安心できていいなぁと感じました。はい、午後はね、2時からね、先方の会社さんで打ち合わせがあるんですけれども、原稿書いてたらね、12時40分になっちゃいました。なのでもうこれから急いでお昼ご飯を食べて打ち合わせに向かいたいと思います。だから今日は昨日の残りの肉じゃがとインスタント味噌汁と冷凍の玄米があるので、この冷凍の玄米と一緒になんかもうさささと食べていこうと思います。コラーゲンって綺麗のためってイメージがありますけど、お肌以外にも筋肉や骨、血管、頭皮などもコラーゲンが含まれています。爪や髪の毛にも関係があるんだって。40歳をやっぱ超えてから、なんか髪や皮膚がパサついてきたなと感じることが増えてきて、コラーゲンを摂取するように意識するようになりました。コラーゲンはビタミンや鉄分と一緒に摂取するといいと言われていて、フルーツや赤身の肉や魚、大豆製品と相性いいみたいなので、私は味噌汁に入れることが多いです。味がしないから何にでも入れられます。コラーゲンって牛すじや鶏皮、手羽先など肉や魚の骨や筋、皮の部分に含まれているんだけれど、食事で満たそうとするとかなりの食事量とハイカロリーになっちゃうから、こういうパウダーで気軽に取り入れられるのってとってもいいよね。美味しそう、肉じゃが。肉じゃがはほんとね、翌日も食べれちゃうし、めちゃくちゃ助かる。はい、じゃあこれをお昼に食べて打ち合わせに行きたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。よし、行こう。お疲れ様です。水のゆかです。
はい、出して一緒にやろう。こう、うん、上手で、まずここ折る。こうやって、うん、で、真四角にして、これも、はい、折り紙みたいでしょ、うん、逆もね、こっちも、うん、こうやって、そう、大きい、きれいに、なに、よいしょ、はい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 、こうやって、そう、折って、最後くっつける、うん、そう、できた、いいね、ちょっとね、自分タイムなのでエンディングトーク撮ってます。で、最近の私の生活結構聞かれるんですけれども、次女が生まれてからは特に子供たちを寝かしつけするタイミングでもう自分も寝るっていうのがルーティンになってます。だいたい9時にはもうお布団に入ろうっていう感じになってるので、絵本読んだり、ちょっとこう次女がぐつぐつ寝なかったりするので、9時半から10時ぐらいの間には自分もそのまま一緒に寝ちゃいます。なので逆にね、もうほんと朝が早くって、朝4時とか5時にはね起きてますね。でもそれでもやっぱ十分寝てるんで、すごくね体調的にいいです。長女の時は寝かしつけてから自分の仕事したりとか自分のしたいことをするようにしてたんですけど、そうするとね、なんか長女がなかなか寝てくれないことにイライラしちゃったりとか、あとそのまま一緒に気づいたら寝落ちしちゃって深夜に起きて、わあ寝ちゃったみたいなのがあったんですけど、子供たちと一緒に寝るぞと思って準備して寝るようになってからは、22時からね、2時のお肌のね、このゴールデンタイムって言われる時間にしっかりと睡眠をとることで体のコンディションが安定して自律神経もね整っている感じがします。私の場合は夜遅くまで起きていると深酒をしたりとか、ネットでポチったり SNS やゴシップニュースを見出すと沼にはまっちゃうタイプの性格なんですよね。ほんとね、もう見るとね、こうもう永遠にネットサーフィンしちゃう。なのでなんかこうたまーに夜更かしするぐらいがちょうどいいなと思ってます。今回ね、あの動画の中で紹介した極みセレクトコラーゲンは1日に数回に分けて好きな飲み物や食べ物に溶かして摂取してるんだけど、なんかね、この気になってたところ、こういうところがすごくねいい感じになった気がします。やっぱりね、40過ぎると美容も気をつけたいんだけれども、それ以上に健康を気をつけたいですよね。普段の食事だけでは十分に取りづらいコラーゲンも、コラーゲンパウダーだとね、ほんとこういう飲み物に溶かして入れるだけで手軽に取ることができるので、これからねずっと続けていきたい美容習慣です。今回のねコラーゲンパウダー気になった方は概要欄の方にリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。
ではこれから私もお風呂に入ってきます。じゃあおやすみなさい。